浜です。速稼塾の久保です。じゃあね、今日4月1日朝7時の相場解説に入っていこうと思います。まず今日はね、8時50分に日銀短観がありますから、これがね、大きく動いていくんじゃないかなと思いますので、9時半ないし10時半ぐらいまでは警戒していきましょう。そして今日は月初、4月1日、月の始まりでありますし、月曜日、週の始まりなんで、その他の不確定要素の資金っていうのが入ってきますから、基本的には見学でいきますよ。ね、4月1日見学でございます。やっぱり年度も変わりますので、思っても見ないような資金の動き、もしくは日銀短観に合わせた企業の大きなね、動向ってのがありますんで、ちょっとこれはテクニカルで解釈するの不可能です。まあそういったところでまず冷やしを閉じていきますね。で、4時間です。まあ見てもしょうがないと思いますけども、今はね、そういった警戒感からあんまり動いてないというふうに見て取れますよね。で、1時間にしてみると、まあ本当にね、こういうふうな動きで上下が相変わらず55ピップスで広く取っていたんですけども、でも直近この辺り見てください。すごく短いでしょ、上下の幅が。もう15ピップスとか20ピップスもないような動きですよ。まあこの辺りでね、何かを判断するっての不可能なんで、まあテクニカル的に解釈するとすればね、レンジインレンジのブレイク待ちってことになりますけども、このブレイクはテクニカルで起きるんじゃなくて、日銀短観とそれに応じた企業の動きで起きますんでね。今日は一日見学してください。それではお疲れ様です。